それじゃあ皆さんのお父さんやお母さんにしっかりと話を聞いておいてくださいね。宿題めんどくさいね。マナはいいよ。おうちパン屋さんでしょ、わかりやすいじゃん。弥生のお父さんの仕事は何？検察官？検察官って何する人？よくわかんない。難しそうな仕事だね。うん。ねえお父さん。なるほどな、お父さんの仕事について知りたいのか。うんうん、お父さんの仕事に興味を持ってもらえて嬉しいよ。それなら一度職場を見てみるかい？え、いいの？もちろんだよ。いや、楽しみだな。こうして学校が休みの日にお父さんの職場、検察庁を見学させてもらうことになりました。ここがお父さんの職場だよ。こんにちは、あなたが弥生さんね。はい。私はお父さんと一緒に仕事をしている事務官の山品と言います。今日一日お父さんと一緒に案内させてもらうことになっているの。よろしくね。よろしくお願いします。弥生さんは検察庁ってどんなところか知ってるかな？悪い人を捕まえるところ？検察庁っていうのはね、犯罪を捜査したり犯人を裁判にかけたりするところなの。検察庁ではお父さんのような検察官と山品さんのように検察官をサポートする検察事務官がたくさん働いているんだよ。それでは検察庁の仕事について説明していくんだけど、まずは刑事手続きから説明しますね。刑事手続き？事件の真相を明らかにして、罪を犯した人にはふさわしい罰を与える。そのために行われる犯罪の捜査や裁判などの手続きを刑事手続きと言います。事件が起こるとまず警察などが捜査します。その後事件は検察庁に送られ、さらに捜査や取り調べをして被疑者を裁判にかけるかどうかを決めます。裁判所では被告人が犯人なのか、犯人の場合はどのような罰がふさわしいか決めるという流れで進められます。なんだか難しそうね。大丈夫、順を追って詳しく見ていこう。例えば万引き事件を例に説明しますね。事件が起こるとまず警察が捜査をします。現場を調べたり目撃者に話を聞いたりね。そして犯人と思われる人を見つけて逮捕したら警察署で取り調べをします。刑事手続きでは犯罪を行ったのではないかという疑いがかかっている人のことを被疑者と言います。あなたが盗んでいるところを見ていた人がいるんです。いや、盗むつもりはなかったんです。ここまでが主に警察の役割なの。その後警察で捜査の結果をまとめた事件の書類とともに逮捕された被疑者が検察庁に送られます。警察から事件が送られてくると、検察官は送られてきた書類をしっかり確認し、自分たちでも被疑者を取り調べたり被害者や目撃者から話を聞いて、その人が本当に犯人かどうか確かめます。証拠が足りないときは警察に追加の捜査をお願いしたりしてしっかりと調べるのよ。だから盗んだんじゃなくて後で買うつもりだったんだよ。しかし防犯カメラの映像を見ると明らかに周りを気にしていますね。それにこの日の所持金は315円、これでは商品は買えません。
本当のことを言ってください。すいません、どうしても欲しくて盗みました。こうして証拠の内容を十分検討して、その事件を裁判にかけて被疑者の処罰を求めるかどうかを決めます。裁判にかけることを起訴と言い、起訴しなければ裁判は始まらないの。起訴するかどうかは検察官が決めるのね。そう、それが検察官の重要な仕事なんだ。警察などと協力して事件を捜査し、その事件の真相を明らかにする。そしてその被疑者を起訴するのが適切かどうかを十分に検討して決める。それが検察官の大事な仕事の一つなんだよ。起訴された人のことを被告人というのだけれど、被告人が有罪かどうかは裁判で判断されます。裁判というのは被告人が罪を犯したかどうかを決め、罪を犯した人にどんな罰を与えるかを決める仕組みのことなのよ。ここで裁判するんだ。なんか緊張感ある。裁判には裁判官、検察官、弁護人や起訴された被告人も出席します。お父さんも裁判に出席するの？もちろん。検察官として被告人がどんな罪を犯したかの証拠を裁判官に示したりするよ。被告人は持っていたバッグに商品を隠し入れ店を出ました。どうしても欲しいという自己中心的で身勝手な理由で、その責任は重大です。よって被告人を懲役1年6ヶ月に処するのが相当であると思います。検察官は被害の大きさや犯罪のやり方などを考えて、このくらいの罰の重さがふさわしいと意見を述べます。逆に弁護人は被告人のためにその言い分を裁判官に述べるの。被告人を懲役1年6ヶ月に処し、3年間その執行を猶予する。裁判官は検察官と被告人、弁護人の言い分をよく聞いて判決を下すのよ。罪を犯した人に罰を与え、犯罪がない社会を作るためには検察官の役割が重要なんだ。それだけに検察官の仕事は責任重大なんだよ。大変な仕事なのね。弥生さんは裁判員制度って知ってる？どこかで聞いたことがあるような。裁判員制度というのは、一定の重大事件について国民の中から選ばれた裁判員が裁判官と一緒に裁判に参加して、被告人が本当に悪いことをしたのか、悪いことをしたならどういう罰にするかを決める仕組みのことなの。大人の中から選ばれるから、もしかしたら弥生も将来裁判員になるかもしれないよ。私が裁判員に？裁判員ってどんなことをするの？裁判員は裁判を行う法廷で裁判官と一緒の席に座って、事件の被害を受けた人や事件を見た人から話を聞いたり、証拠物を調べたりします。その後別の部屋に移って、被告人が有罪か無罪かを話し合って決めます。もし有罪の場合には、どんな種類の刑でどのくらいの重さにするのかをみんなで話し合って決めるのよ。でも私、法律のことなんて全然わからないわ。大丈夫だよ。ちゃんと裁判官が説明してくれるし、検察官もわかりやすく説明するからね。お父さん、今日はありがとう。お父さんの仕事についてわかってもらえたかな？うん。なんだか家にいる時と違ってかっこよかったよ。そうか？私もお父さんみたいな検察官になりたくなった。山品さんのような事務官もいいな。それは将来が楽しみだね。